はい、では、渡り鳥のレッスン動画を、ご紹介していきたいと思います。まあ、ぜひですね、予習でお使いください。今回基本パターンのリズムを紹介していきます。こちらですね、はい、このリズムをぜひ覚えていただきたいと思います。で、今叩いたリズムなんですけども、聞いただけだと分かりづらいと思うんですが、言葉を使うと簡単に覚えることができます。4文字ですね、まあ、4文字が4つの言葉でできてます。まずはジュースっていう言葉です。次は取った、まあ、ジュースを取ったってことですね。で、次オレンジです。オレンジで取った、これだけです。ジュース取った、オレンジ取った、はい、これを習得していきたいと思います。次に手順ですね。手順はまずジュースは右左です。ジュース取ったも右左です。取った。オレンジは右左左オレンジです。もう一回言いますね。オレンジ。最後取ったも右左です。取った。こちらですね。合わせるとジュース取った。オレンジ取った。はい、こちらです。で、足も入ります。足は言葉の始めの文字に足が入ってきますね。なのでまずはジュースのジューのところに入ります。ジュース。次は取ったのとの方です。次、オレンジの O です。オレンジ。で、最後、取ったですね。取った。はい、こちらです。まとめると、こんな感じですね。ジュース、取った。オレンジ、取った。はい、こちらです。で、これを覚えていただくと、この後、ドラムセットでも、撮った動画を、送りますけども、こちらでも役に立ちます。もうそのまんまって感じですね。はい、もう一回じゃあちょっと、復習でいきますね。ジュース取った、オレンジ取った、これです。ジュース取った、オレンジ、ポイントはそのジュースですかね。ジュースでちょっと待ちます。オレンジ取った、早くしていきます。取った、オレンジ取った、ジュース取った、オレンジ取った。はい、じゃあ次、2本目の動画ですね。これでドラムセットで叩きますので、ぜひそちらもご覧ください。以上です。